多様なライフスタイルで輝くキーパーソンたち。東北新潟のきらこしパーソン。山形県新庄市エコロジーガーデン原産の森を拠点にマルシェをはじめさまざまな交流イベントを開催。地域の情報の発信などを行う仕掛け人の一人が今回のきらぼしパーソン、アビコ恵美さんです。マルシェの運営、伝統工芸のブランディング、情報誌の発行まで、楽しいとこに人が集まる場作りの黒子として活躍する彼女の一日に密着しました。コミューア青虫株式会社というところで、取締役をさせていただいているんですけど、メインがカフェ事業だったり、飲み屋街で、スイーツバーみたいなのを、していたり、あとは、雑貨の販売とか、あとはイベント企画をしています。コミューア青虫の代表が、やっているデザイン事務所、吉野俊光デザイン事務所というところでお手伝いをさせていただいていて、機関ニャーという機関誌の中で、地域のことを地域の人に聞きながら掘り下げていくっていうところの、メインは取材になるんですが、そういった形で活動をしています。東京でテレビ番組の制作会社に就職、多忙を極める日々で体調を崩し新庄へ U ターン。知人からの紹介でマルシェの運営に参加。交流を広げる中で地域の暮らしを伝え、実感できる場作りに興味を持ったそうです。東京で身につけてきた取材をする楽しさ、スキルみたいなところが今地域に生かされているので、農業とかそれこそ文化も含めて、暮らし、私たちの身近なこの山形県の最上郡の新庄市というエリアの中で、それをこう伝える場がないし、もう昔のことをこう教えてくれる人っていうのがどんどんいなくなっている。なんとかそれを少しずつ残せたらいいねっていうのが機関ニャを始めたきっかけになると思うんですけど、今回はアビコさんも運営に関わる月に一度のキトキトマルシェに潜入。13年目を迎える今でも出店数は40店舗以上、来場者は2000人を超えることも。なぜここに人が集まるのか、イベント継続の秘訣とは。よくマルシェでこういうのやってもらいたいんだよねとか、そういう話をいただくんですけど、やりたいのであればやっていただいていいですよっていうシステムにしている。やりたい人がやるっていうところで、いろんな輪がつながっていったんじゃないかなとは思います。ある意味実験的な場として、どんどんこう外の人を受け入れてやりたいことをしてった12年があるから今の形がある。私たちが年齢を重ねていくのに合わせて、別にキトキトマルシェそれこそネオにしてしまって、年取った時にフラットに楽しんでる場所でもいいんじゃないかなっていう、人に託すんじゃなくて自分たちが変化しながら楽しんでいくっていう方向もありだよねとか、楽しいところに結局人が集まってくるんじゃないかなとも思っているので、まず気が利くで、仕事ができる、いろいろこう仕事が任せられる、仕事ができる人にしか仕事は集まってこないかな。なんか反応がない時とかもあるんですよ。でもその時すごい頭の中でいろいろ考えてんだと思うんですけども、だから次会った時はなんか整理されて、なんかちゃんとした形になんか指示事項が流れてきたりやつし結構無理難題、それをこう面白そうって思う部分が割と似てるのかもしれないなと思っていて、結構それについてすぐパッとこう動いてくれるっていうか、新たな場作りのつなぎ役として活躍するアビコさん、一人の力ではなく周囲との関わりが大切だという。彼女の仕事の流儀を聞いてみました。昔の仕事からもあるんですけど、まず受け入れるっていう、どこに着地するかっていうところをよりも先に、お話聞いてみたい、そこからまた見えてくるゴールもあるかもしれないっていう気持ちが強いので、
基本的な自分のベースにやっぱりあるものが面白い楽しい自分だけが楽しいでもダメだっていうのは思っていて、関わりをこういろんなところになるべく広げておきたいなと自分の中で意識的に思ってやっています。まあやってみようみたいな気持ちも強いので、どんな立場でもまあいろんな角度からチャレンジはできるんじゃないかなと思っています。